はい。いつもご視聴ありがとうございます。今回ね、ちょっと専門性っていうか、論文をもとに話していきたいと思います。子供の自尊感情、学校でのネガティブ経験、特に神経発達症、ADHD、ASD 特性のお子さんとかですかね。それを対象に情報を発信したいと思いますね。はい。情報対象者ですね。これを聞いた、それの人を狙ってるっていう感じですかね。神経発達症など、関心がある人、会社に属する人や家庭、 何人い,いる方、当事者や自己診断でもいいので、あんま自分、なんかそれっぽいなって思ったら、見ていただければって思います。あと、エッセンシャルワーカーですね。福祉、医療、看護に関わる人を、現場目線で話すって感じでいきたいと思います。まあ僕、まあ当事者なんでね、まあもともと軽く自己紹介すると、大学は東京工科大学ってところにいましたね。まあやめちゃったんですけど、専攻は音声認識。まあざっくり話すともうずいぶん前の研究なんですが、 えこうやって会話を録音してサンプリングして、えー、研究の標本化しまして数値の緑鬱の早期発見のプログラムみたいなのをやろうとしてましたがね着手前にやめちゃったんでその時ね双極性障害とかになっちゃって当時はね自衛隊とかで使われてたんですよねまあそれの有用性については、えー、っと血液検査でストレスレベルを大体チェックするんですけどそれよりリスクが低いと。 あの、血取んなくていいんでね。こういう会話の録音で、ああ、あいつちょっと元気なさそうだぞっていう。よく女性がね、電話して会話で、ああ、元気になりましたねっていう、わかりますかね。社会福祉ってか、福祉系の人とかはそういうのをよく、あのー、判断することが、現場だと多いんじゃないかなって思いますね。急にあんだけ元気だと、いきなりトーンが下がったとか、そういうのはありますよね。だから、う状態とか抑うつとかは、 あの二次障害だったりするので根源が違ったりするのでそれをリズムで考えて相手を追い込んでさらにおかしくなるっていうのは山ほど現場で見てきましたね <laughs> お前そうじゃねえんだよなっていうのを当事者から利用してたりしてみたのでええー、まあそうっすねまあだから虐待も起きるしあの家庭内暴力も学校内でのいじめも起こることは起こると思いますまあニュースだけで見たら分かんないこともあるのでね はい。じゃあ、そんな感じで、さささっと言っておきましょうか。で、論文もこう、元にね、リンクに貼っときますので、千葉大学の教育学部の方だったかな。まあ、だいたいざっくりまとめますね。参考文献なんで直接引用はないかな。もしあったら、指摘していただければ。大丈夫だと思うけどな。ちょ、リーガルチェックがちょっとあれ、まあそんなガチガチじゃないと思うので。<laughs> ゆるく、ふわっと。ああ、こういう解決策欲しかった、みたいなね。 現場でこういう言葉の声かけとかね、やっていただければって思います。で、まあ状態ですね。先生の指示が聞き取れない学業不振、人間関係、まあいわゆるいじめとか、省かれるとか、孤立とかですかね。ネガティブな経験を受けやすい。まああのー、当事者の方ですね。僕はあんまりなかったかな。<laughs> で、HHD とこう枠組みで取、あのー、るよりはグラデーションなんで、急に暴れ出したり、 椅子に座れないとかねあと、メモ取れないとか、ノート取れないとかっていうのは、やっぱ、そういう特性なのかなっていう、まあ、ありつつ、こういう特性もあるよねって、まあ、5、6段階ぐらい指標があると思うんですけど、全部が全部、その人に当てはまるかっていう、うわ、典型的だっていうのは、あんまりないんじゃないかな。典型的な人っていうのもいますけどね、自閉の、座れない方とか、体感が弱い方とかね。 で、これは別に会社でも起こるので、あの、部下とか持ってる方とかは結構、その配慮っていうか、人の扱い方を見るにも参考になるかなっていうふうに思いますね。まあ、口頭で話すんでね、うーんって感じで聞いていただければって感じですけど。まあ、多いのはね、学業不振ですね。僕の事例だと、物理が全然できなくて発展とかでしたね。日本語も怪しかったりすると、日本語と英語と現代文は勉強しなくても取れたんで、 中学自体は、あの、思考能力が結構ないので、丸暗記するのは得意で、台本とか全部丸暗記してたタイプですね。まあ僕、ギフテッドタイプなんで、研究者とか多いですよね。なんか、日常ですけどね、そんな過集中でめちゃくちゃ体力あって、頭、頭がいいってレベルじゃない、なんか、え、この人の話してること全然わかんないみたいな、コードすぎてわからんみたいなね。 で、その人、高度な人同士で話してると、もうすごい議論が盛り上がっちゃってね、新しいサービスができちゃったりとかね。あの、ギフテッドタイプってそうなんで、それはそれで檻に閉じ込めておいてあげればいいと思います。<laughs> あのね、やっぱね、そういう突出した能力っていうのはね、浮きますから。で、いいんですよ、浮いて。ただ、学校っていうのは、現場は果たしてそれでどうなるのかっていうのはありますね。その点についても、まあ僕の知ってる限りを話していきたいと思いますね。 まあ、これは、先生は多いんじゃないかな。見たらわかりますよね。メモ取ってないとか、ノート取れない人とか、小学生とか、あと延々とダンゴムシとか何かをいじってたり、なんかよく聞くのは自分のうんちをひたすら観察してるみたいな。自閉特性かな。そういう事例は見ますね。見ますし、聞きますし、うちの近所にも何人かそういうのいますねん。んこの子っていう、2、3歳。まあ、あと、情動行動とか、 積極期型とか僕の模倣行動をするとかっていう方々はいますねあ。この子自閉特性っぽいなっていう。診断を受けてなくても状態がそうっていうのがありますね。診断つけるのはお医者さんなんで。で、実際エッセンシャルワーカーの方がその人たちを立派に育て上げられるかっていうと僕は疑問法を、うんって思うんで、もっともっとこう、 当事者からしっかり学んだり教えてもらったりとか観察したりとか解決策を模索するっていうのはすごい大事だと思いますね。あと社会性や仕事の話とかもね、折りまでてしていきたいと思うので。まあ結構早口でペラペラ喋るんで、あのある程度学識のあることを対象,にして対象にしてるんでね、スピードを緩めたりメモを取ったりいろいろ工夫していただければって思いますね。 で、多いのが、やっぱり二次障害ですね。40人いてクラスに、まあ10人とか2人いたら、1人を袋叩きにされるみたいな、あいつ偉そうみたいなね。会社でもそうですけどね。どこ行っても嫌われるやつってやっぱ嫌われますよね。清潔感がないとか、まああとは難しいんですけど、この貧困家庭とかでネグレクトを受けてる方とかは、結構学校内だとやっぱちょっとケアして配慮してあげないとかなっていうのはありますね。 以前、あの、ニュースで見たんですけど、あの、腐ったみかんの例え話をして、懲戒処分か解雇になったか、いましたね。あれは今はダメなんですね。まあ、それはダメだよな。先生ってね、学生の頃から見ると、子供の頃から見ると、先生って偉そうに見えるんですよね。やっぱ7歳と30とか40歳 VS ですからね。14歳と VS20 代、二0代、30代とかになると、一回りも二回りも上だと、 ねえ、それで40人見なきゃいけないっていうのは、ちょっと現場もハードだよねっていう感じですよね。で、無駄な業務がとにかく多いですよね。書類仕事が。事務作業ですね。アウトソーシングできないんで、日本人って。だから現場は崩壊してますよっていう。<laughs> 現場の人なら納得感がもういいねをね、100回ぐらい押したいぐらい。もう現場は悲惨ですよっていうね。おじゃあ上に言ればいいじゃんって言って、上は何もしねえよっていうのがね。あ、もう、福祉の業界あるあるなんで。で、やっぱ、 この当事者の、あのー、生徒たちを見てると、抑うつ無気力無感情ですよね。これが二次障害で、これが病状として出るんですよね、先に。みんなが見える、あの学校来なくなったよねとか、あのー、あの子ずいぶん休んでるよね、欠席してるよねっていうのが、あのー、一次障害があるのに,にこっちだけ出るので、根源が分かってないっていうのもあるし、そもそもの話、その子は果たして本当に学校に。 来る必要があるのかっていうぐらい重度の子だったりするんですよね。で、自己価値観など学校でいじめられたとかネガティブ体験が多い先生からもいじめられたとかさらしもんにされたとかね。昔は僕の母親の世代なんかね、竹刀持った先生がうろついててね、指導と称して叩いていたと。うーん、まあそんなことしたら僕なんか結構ね、反社会性の攻撃性が出てきちゃってね、復讐したくなりますよね。<laughs> その先生の車どれだろうなとかね。あ、あなんか学 a さんが言ってましたね。あのー、そういうさ、あのー、過激な指導をする人って、攻撃されるとやけに弱いんですよね。<laughs> だからそんな感じで、あのー、地獄絵図になってるのが学校現場や福祉現場かと思いますね。偉そうなやつって復習してもいいですからね。<laughs> そっちが手出してきたんだもんね。 加害しといてね、やり返されないと思ってなかったのかなっていう。しかも立場が弱い人たちをいじめたり、顧客とか。いやー、ありえないですね。教育者としてあるまじき姿勢だと思いますね。そういう今、先生が多いのと、割と報復をしなくなった子たちが増えたのかなって。昔の、あの、僕のお兄ちゃん世代とかね、今の40、50代ってマジで輩が多かったんでね、とても関わってはいけないような、 あの校内暴力とかね、校内で喧嘩はやるわ、殴るわ、窓ガラス割るわ、もうね、バイクで乗り込んでくるわ、治安悪すぎだろ、みたいな <laughs>。そりゃ、これはいや、君は来ないでくれって言えるのは高校ですね。小学校、中学校はそれがきっと言えない可能性もあるし、学校は定員の問題もあるし、とにかく生徒を入れなきゃいかん。この少子化なのにっていう、そのお金の問題、人の問題とかね、いろいろあるんですけど、 まあ結局は二次障害ですよね。無感情無気力。まあ、こっちの方が多いかな。どっちかっつうと。<laughs> で、まあなんていうんですかね。抑うつになる方たちは、まだいい子の方なんで、無理やり来させないっていうのが一番じゃないかな。無理やり来させないと、来ないと社会じゃ通用しないからっていう人いますけど、それお前が自己紹介されてもって僕は急に思っちゃうんですよね。 社会に通用しないのはお前だよってそういうの言ってくる人ほどそうなんですよね。社会出たことないんだもんだって。っていうね <laughs>。学校の先生、福祉、医療の先生って。民間企業でエール企業でバイトしてね、時給1000円でちょっと働いてごらんっていうのができなかったりするので、っていうか経験なかったりするので、だから思い込みで話す人は結構多いですね。で、そういう人の割に無知だから教えてもらわなきゃいけないし、社会に出たら ととかっってて言ううけどその社会とはっていうねちょっと抽象的だよねっていうのは、現場で一番やっちゃいけないことだと思いますね。もっと具体的に、うん、じゃああなた一日でも来れるように行こうかみたいな。まあ、もし来れないなら在宅でもあるよっていうのは、そういう柔軟性とかあった方がいいとは思いますね。で、やっぱ幼少期の記憶ってね、残りやすいんですよね。僕もよく覚えてますけどね、嫌だったやつとか、こいつなんかやべえなってやつとかは。 よくよくでもね、ねほりはほり聞いたら家庭環境も悪いし、ああ、その人はしょうがないなって言って、今事件とか事故を起こして悲惨なことになってますけどね。<laughs> そういうのもいます。あのー、やっぱ学業とか運動、まあ、そうね、自閉特性のこう足遅かったり、運動とかでね、でも男性と女性でまた違うからな。僕は運動能力すごい高かったんですけど、あとサポートが得られない。これが大事で、 あの、助けを求められないっていう人は多いですよね。自閉特性の子とかは。それでもなんとなく自分は何のために生まれてきたんだろうとか、悶々と考えている人は、サポートが受けにくいかな、一人で。こう、哲学者っぽいですよね。た僕は結構そういう人尊敬してるんですけど、なんかこう自分の頭の中で、なんとかこう問いを出し続けるってやっぱ苦しいことかもしれないですけど、それでもなんか納得感とか分かった、生まれてきた意味が分かったら、 ハッピーになれるるっていいう人もうのでねで。あとサポートが必要ない人ね、まあ、僕みたいのが勝手に自分でできるんでいらないっすって人は手出しちゃうと怒られるし邪魔だって言われますね僕は福祉サービスを利用してて思ったのが邪魔でしたね能力が高すぎて指導員より仕事できてたできてたので利用者さんも僕に相談してくるしサービスが破綻してるんですよね <laughs> じゃあ僕が経営したらって言うけど、そんな元気も体力もないし。ねえ。だからまあできることだからやろうと思ってこういう情報発信をし始めたんですけど、あの現場の人はね、忙しいので結構きついと思うんですよね。人員も給料も足りないし。あと当事者とかあの共感性がないっていうのが一番の欠落点だと思いますね。だってそういう経験ない人が、 ね、そういう省かれた人たちの気持ちなんかわからないじゃないですか。順当にうまくいって大学も卒業してね、福祉系の資格取ったり、民間企業で働いて、30代とか20代で福祉に転職してきた人なんかね、あの弱者への理解っていうのはほぼほぼない人がいるので、あのー、やっぱ僕の周りで強い人っていうのは、そういう環境から生まれてきた人たちも多いし、 僕はそういう経験があるからいいけど、現場の人は結構きついんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。長々と話しましたが。で、成長の可能性について話したいと思いますね。まあ僕がうまくいったことですね。栄養と道具で何とかなるよっていうその子たちは。で、栄養状態が悪いっていう場合ありますよね。お通じが悪かったり、変色、地平かな僕は何でも食べてたんですけど、アレルギーの問題とか、複合的にあったりするんで、 で、こだわってほしいのは栄養状態かな。今、タンパク質の接触量、摂取量って、日本はめちゃくちゃあの、戦後ぐらいになってるんで、そういう子たちが多いよっていうことですね。そういうことは、あの、ニトリの社長とかね、ああいう方が結構生まれやすいんじゃないかなっていうふうに思いますね。突出した能力と行動力ですね。なので、まあ、そういう元気に育てたい人っていうのは、まず栄養ですよね。あの、 うまくいっている人もいますね、別に。診断を受けてなくても。社会生活問題なければ薬も飲まなくていいし。というか、社長やアーティストだって、ある程度、この神経発達症とか、発達特性は誰にでもあるし、っていうのはあるので、そういう人たちはもう、もっともっと専門性を磨いて、どんどん第一人者のもとで弟子入りさせて、 こういう本があるよって読んでごらんってお前の人生の参考になりそうだよとかって教えてあげるのは教育者はできると思いますね。それをやらないのにその人の人生を変えるってことはできないので、まあ栄養状態僕の改善例とまあ YouTube とか見てても改善してる例とか、え、自閉症なのになんでこんないい子なのっていう、ADHD なのになんでこんな人の話聞けるのっていうのが しっかり食ってますね。ちなみにうちの甥いっ子たちもみんな不登校なんですけど、食わせてますね。<laughs> 学校は行ってないけど、頭はいいですね。<laughs> あと、自然とね、ずっとまあ、兄がしっかりやってるのかやってないのかわかんないですけど、結構悪いこともしてんだがしてんだがね。は <laughs> はちゃめちゃな人だったんだよね。で、まずはマックとか、ハンバーガーとかコーラとか緑茶とか、お米とか、玉ねぎ肉類、魚類で、 栄養状態はかなり改善しますね。これ、あの、人間ですから、<laughs> 現場の人も食べないとダメですよ、ちなみに。あの、ろくなもん食べないで、利用者さんにはね、温かいものを食べて、自分はわびしいものを食べるってね、それってセルフネグレクトですからね。いや、ギクって言うしちゃう、は <laughs> 人いたかもしれないですけど。自分の自己愛を健全に育てられないのに、人に与えられるって、与えるってことはできないですからね。まず自己分から幸せになって、 ハッピーさをどんどん届けて、それから成長を促すっていうのができると思いますけどね。うん。でも忙しいよって人はやっぱ冷凍食品とかね、僕チャーハンとかよく、中学ぐらいかな。あと卵とか米とか玉ねぎとかスポーツやってたんで、ある程度自分で作れるタイプでしたね。で、まあ大体家庭がね、小さいうちは、 ちなみに幼少期の栄養素とこの障害の栄養素ってやっぱ必要なのが違ったりするので、うん。まあただ一概には言えないですけど、大体これですね。こいつらを与えとけば屈強な戦士ができると思うので <laughs>、強い戦士を作っていただければって思いますね、現場では。そしてしっかりと社会で自己自分の持って生まれた能力を還元していくっていうのが、 それが大人になった僕らたちが子供たちにできることだと思うのでね。まだいいものを食わす。それだけっすね。マック、コーラ、肉、緑茶、ハンバーグとかね。とにかく子供なんてきちんとしたものあげればいいんすよ、ハンバーグとか。あの、野菜が書いてないじゃないですか。野菜玉ねぎじゃない、だけじゃないですか。野菜なんかいいんすよ、ちっちゃい頃は。食えないし。<laughs> 苦いの嫌だって言って、あのー、苦味成分って無知な方がね、 なんとか野菜食わせなきゃって言いますけど、苦味って子供は食べれないですよ。あの、基本的に野菜っていうのは毒物なので、調理しないと野草でも何でも、あの、命に関わるんでね。ちなみに野菜って傷んでたりすると。なので、まあ毒素が低い玉ねぎをあげたんですけど。まあ、あとパンでもいいし、マックでもいいし、まあまあまあって感じですけど。なので、まあカレーライスとかね、いろいろありますけど。 無理に野菜を食べさせないように。で、お肉とね。かといって、まあ、あと青汁とか緑茶とかおすすめっすね。野菜なんか食ってらんないんで忙しいし。は <laughs> はそうそう。で、あと酸味ね。クレーン酸とか取れるオレンジジュースとか、ファンタグレープとか、コーラも僕はおすすめしますね。あの、血糖値がどうのこうの言うより、ちびっこはもうね、成長するんで、とにかく食って飲んで動いてっていうのをやらないと、 あのー、この特性の子は特にはちゃめちゃな人が多いのでね、ADHD の子は。ただ、二次障害になるような子たちは、そもそもが食べれないので、コーラとかで糖質源を上げるっていうのも一つかな。あの、本当に低栄養だとタンパク質も取れないので、家庭でできるのはこの辺ですかね。うん。で、人のサポートを受けるとかっていう現場ですよね、私がこうしなきゃじゃなくて、 道具の使い方を教えるっていうのが一番大事ですね。バットっていうのは、まあ今話題の方だと大谷翔平さんとかね。まあ人を感動させてたくさんお金稼ぐこともできるけど狂気にもなるよっていうことはありますね。使い方を教えると。これはダメだよって。で、反発したりするんですけど、それはあなたに人徳がないのと、あの、その特性の人は教えなくてもわかってるっていう人が多いので、 まあそっとして見守るか社会に出してあげるっていうのも一つかと思いますね。で、まあやっぱ PC とかパソコンとかゲームとかスマートフォンとか車とか AI とか E ラーニングとか鉛筆消しゴムからねこれが全くできない子とかお箸の使い方とかね全くできない子もいるんですけどその子別に困ってないですよね自分の手で食べれるしおトイレもできるならほっといてあげるのが一番いいかなって思いますね 過干渉になると結構大変なんでそうですね見てる感じで多いのはなんかうどんだけ食べたいってシンプルなのがいいっていう人いますねうんうどんだけだと栄養偏るからカレーうどんにしたらいいんじゃないかとかっていう提案はちょっとしたいですけどねこういう提案の仕方もその子に合ったものとかっていうのは大事なんですけどまあ構いすぎないことですねその人の人生ですからあなたは別に困らないですから <laughs> あの他者分離ができてないケアワーカーとかエッセンシャルワーカーは結構多いですね。自立を促すっていうのは、あの、厳しい、優しいとかじゃなくて、諭すっていうのが一番大事ですね。あなたはこうだけど、私はこうだよっていうのをお互い相違で納得させるっていうのが一番大事だと思いますね。で、やっぱまあ道具、今でもみんなやってますけどね、スマートフォンとか僕より使えるしな、小学生でも。 50代、40代の方が危機感持つ、たないとって思いますけどね。パソコン使えない人多くないですか <laughs> ね私機械ダメなのって言って、あの、それは別にいいですけど、会社で求められるスキルで100%必要になるんで、コンピューターとかね、まあ工具とか道具の使い方とかってのはね、大事なことですけど。 <laughs> まあ、ゲームやってる人たちが多いのはいいんじゃないかな。ソフトのプログラム開発とか、動画編集とかね、まだまだ伸びるし、あのー、外資系企業が Apple とか Google とかは仕事を生み出すデバイスを作ってくれてるので、うん、日本でだっていい企業ってそんなにないからな。規模で見たら。こういうことも結構、エッセンシャルワーカーの人って知らなかったりするんでね、他の勉強が忙しくて。 まずは、そうですね。こんな感じで、つらつらと、しゃべくり回しましたが <laughs>。あと何とかあったのああ、運動ですね。スポーツ、ADHD 特性の子はね、すごい得意だったりすると、そうですね。まあ、やらせておけばいいでしょうけど、単純な運動とか、走るとか歩くだけとか、でもいいと思いますね。バスケとか、まあ、いじめが起こりやすくなったり、あんまり運動音痴の方とか、 やらせないっていう選択肢も大事だと思いますね。ASD 特性の子はね、勉強とか本とか、演劇とかアートに走る子とかも多いですね。ADHD の子は球技で、あその子はもう、この子は勉強はダメだけど、スポーツで体は強いから大丈夫っていうやつは、もうそいつはもう走らせておけばいいですね。はい。<laughs> 体育会系ですね。まあ僕そうだったんで。ただ僕アートとかも好きだったんで、 割と特殊っちゃ特殊なんですけどね。はい。じゃあ最後にね、その現場で話すこと、意識すること30%くらいでちょうどいいっていう、これでいきましょう。最近だと神経発達症とかって言いますけど、まあ認知されるようになったが、ベテラン教師の僕聞いたんですけど、まあ昔からいたよっていう、今はね、対応できない現場の人が多いし、栄養状態、運動環境をね、遊具もないし、 子ども同士の家庭環境も悪かったりするので、その子に限ってっていう話じゃなくてね、あの30%できればちょうどいいぐらいのスタンスで見守るのがストレスが減るんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただでさえきつい仕事ではあるので、いや、30%でいいですね。今すぐ虐待とかパワハラになるのであの、その人に不快感を与えないサービスの提供っていうのは一番大事だと思いますね。 福祉の現場は特にね30%初期で今やること増えましたからあのー、今の40代50代の人ってオンラインゲームもやってなかったり知らなかったりあのデジタルネイティブ世代と価値観や世間ってずれるのは当たり前なんであのー、そうっすねまああなたが知らない仕事をしてる可能性が多いのでその ADHD とかその特性の子ってねまあ僕もそうっすけど ユーチューバーとかね、株のディーラーなんか、普通、医師関係とか、わかんないですよね、一般の人でもね。あの、健常者でしっかりした仕事ついてる人とかだと。うん、まあだからそうっすね、特に、そんな感じですかね。まあ30%主義ぐらいで現場はいいかなって思いますね。それで花丸をあげてあげれば、まあその子の自尊心がとにかくと育ちますね。間違っててもいいよっていう。 その、合ってんのか、間違ってんのかって、ある程度間違ってても、うん、君はいいよ、大丈夫だから、みたいな。そんな気にしないようにっていう。で、勉強ができる方ってほっとらかしてでも自分でどん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 上がるので、あの、足を引っ張ってあげないってことが大事ですね。まあ、所詮現場は医療とかは、あの、そこですからね、ビジネスとか社会の根源の方なので、あの、少し押し上げるぐらいでいいんですよね。あの、 大谷翔平選手とか、選手とか、もうほっとけりゃどん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 ぐんぐん勝手に伸びるじゃないですか。ああいうこの相手しちゃダメですよ。絶対真似できないですからね。あんな努力の、<laughs> 努力や謙虚さっていうのは、もう天運とか、そういうレベルの話なんで、参考になる程度ならいいですけど、青はなれないし、憧れちゃいけないし、嫉妬もしちゃいけないっていう、それができなかったりするのでね。はい。まあ、現場はまあ、 いろいろと神経発達症について話させていただきました。まあ子供に対してね、自尊感情、まあ自分の子供でもね、そうですけど、なるべくトラウマを植えつけさせないようにね、褒めて伸ばすのが一番ですからね。人道教育やってみせて褒めてやら,やらねば人は育たぬとかって、まあ昔はそうでしたね。今もそうです。こういう、なんか、なんていうんですかね、そういう教え方ができる人が減ってきたの。 かなっていいう,うには思いますね自分がやられて嫌だったことを、そいつにもやるっていうね。<laughs> それは、あの、獣みたいな、ASD みたいな、その人もおかしいですからね。一応は。まあ、この辺の状態をね、改善できればって思います。結構ダラダラっと話しちゃいましたけど、えー、いいところだけ、なんか実践できそうなところだけピックアップして、 あの、現場で活かしていただければなって思いますね。それではご視聴ありがとうございました。子供の自尊感情、学校でのネガティブ経験のね、解決策や、あの、まあ、現場目線でのアイデアをいろいろ提案させていただきました。もしね、まあ、役に立ったよって方は、いいねを押してくれれば、また新しいコンテンツ、なんか必要そうなのを作ろうかなっていうふうになるので、そんな感じでお願いします。それでは。 最後までご視聴ありがとうございました。